たくみです。皆さんこんばんは。今日は少し早く仕事が終わったので日勤後のルーティーンを取っていきたいと思います。では早速買い物に行ってきます。到着です。突然なんですけど、みんなどうやって仕事のモチベーション保ってますか？僕の場合はめっちゃ美味しいご飯を作ってモチベーションを保つようにしてます。というわけで今日はモチベーションをどうやって保ってるか、うまい飯を食べながら話していきたいと思います。というわけで買い物に来ておりますが、ちょっと何を作るかはね、後で発表するんで当ててみてください。で、そもそもなんでモチベーション大事なのかっていうところからなんですけど、まあこの仕事モチベーションないと続けられないっていうのが一番ありますね。多分やっぱりなんかこう仕事に行くモチベーションと、まあ、仕事中頑張るモチベーション2つあると思うんですけど、自分の好きなご飯を作るっていうのは結構仕事に行くモチベーションにつながってるのかなと思います。もちろんね、今日これ作りたいから早く頑張ろうみたいな、今日早く終わらせるぞみたいなところにもつながってるんですけど、まあ行くモチベーション、仕事に行くモチベーションにつながってるっていう面が結構大きいのかなっていう感じは僕的にはしてます。まあそういうわけなんで、僕の場合は結構仕事が遅く終わらなければ日勤後のルーティーンとして、まあ自分で自炊するっていうのは結構やりますね。はい、じゃあ帰宅したんで何を作るか発表していきたいと思います。今日は何品か作るんですけど、とりあえず今日のメインは、はい、こちらですね。何を作るかと言いますと、豚バラにシソと梅干しを挟んでごまで和えて焼きます。はい、これは母の味ですね。で、あとはね、キャベツとか、まああと味噌汁とか今日作っていきたいと思います。なんたって今日は日勤明けなんでね、美味しいご飯作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。レッツゴー。レッツゴーダセーな。レッツゴーダサいね。作っていきます。で、さっきはなんで、まあ、モチベーションが必要なのかっていうのと、あとはまあ僕の場合はご飯を作るのがモチベーションにつながってるっていう話をしたんだけど、これねマジで何でもいいと思う。もう自分の好きなことでもいいし、なんかやってみたいことを新しく始めるとか、本当にやりたいことをやればいいと思います。まあ、その上でなんで僕がご飯を作ってるのかっていうと、なんか正直最初はなんか買って食べてたんだけど、なんか飽きた。だってさ、みんななんかコンビニとかでさ、お昼ご飯は買うじゃん。まあ弁当作る人もいると思うけど、でまあ朝は食べないか、まあ食べる人もまあご飯と味噌汁とまあおかず一品とかだと思うんだけど、それで夜もコンビニとか、もうなんかやばくない？なんか途中でなんか同じもの食べてると、なんだろうね、なんか逆にストレス溜まるみたいな。これ多分ね、病院でもコンビニのご飯食べてるから、家でもなんかコンビニのご飯食べると病院のこと思い出すんだよね。そういう状態になっちゃったから、でそれでも落ち込むし、なんかさ、遅い時間まで仕事した日ってご飯しか食べられないじゃん。ご飯食べて寝てまた次の日仕事行くみたいな。だからなんか自分でやりたいことやる時間はあんまりないこともまあ多いわけだよ。それで逆に言えば、時間がなくてもご飯はみんな食べるじゃん。だからそのご飯を充実させようって俺は思ったのね。というわけで個人的にはこのご飯を作るっていうのが自分のモチベーションにつながるっていう結果にはなったんだけど、まあいいよね、毎日やるからさ。あとね、やっぱ自分で作ったご飯は結構美味しいと思う。だから皆さんもぜひやってみてください。逆にみんなどんなことをモチベーションにさ日々頑張っている？ちょっとコメント欄で教えてください。でこれもう一個いいところがあって、あのみんな勉強をさ最初のうちはさしなきゃいけないじゃん。まあずっとすることにはなるんだけど、遅く帰ってくると勉強する時間ないってなるのね。でも俺結構これ1年目の時とかにやってたんだけど、この料理作ってる時間でなんか YouTube とかでその疾患のことを解説してる先生とか、あの看護師の人とかがいたりして、その動画をこう見ながら作ってたのね。だからなんか勉強する時間にもなるっていう。しかもなんかその料理してるのが楽しいから、その動画を見てても全く苦にならないっていう、これあのすごい一石二鳥な作戦なんだけど、
どうですか皆さん。これは結構いいんじゃない？なんかこれやってたおかげで結構自分の時間増えた気はするよ。はい、完成です。どうですか皆さん、結構美味しそうじゃないですか。あとキャベツとなめこの味噌汁も作りました。で、あとアボカドのめっちゃうまいやつですね。で、やっぱり仕事を頑張った日はお酒ですね。はい、最近ね、1000円のワインを買っていろいろ味を見るっていうのにハマってます。じゃあご飯をこれから食べていくんですけど、まあ、さっきは家でどうモチベーションを保ってるかっていう話をねしたと思います。まあ家でというか、まあ仕事に行くモチベーション、帰るモチベーションみたいな感じだと思うんですけど、まあそれだけだとやっぱりね、仕事楽しくないし辛いってなっちゃうから、仕事を楽しむためのこう、なんだろうな、仕事中頑張るためのモチベーションみたいなのも、まあ僕は結構大事かなと思ってて、これ保つ方法はね何個かあるんだけど、なんか進歩がないと苦しいし辛いしもうやめたいってなるんだけど、例えばなんか一個うまくいったとか、自分が勉強してた症状をこう拾えたとか、そういうのが結構仕事を頑張るモチベーションにもつながるんじゃないかなと思ってて、あとはやっぱり結構注意されること、俺もまだまだ多いから、それができるようになった時とか、まあ、それに向けてこう自分で創意工夫して改善された、もしくはなんか言われなくなった時っていうのは結構嬉しいかな。うわ、もっと仕事頑張ろうってなるから、まあこういう小さなね積み重ね、この注意されたことをコツコツな直していく小さな積み重ねが、こう仕事のモチベーションにもつながるのかなと思います。ごちそうさまでした。皆さんいかがだったでしょうか。ご飯めっちゃ美味しそうじゃなかったですか。今日はもうお風呂に入って明日の勤務にまた備えたいと思います。それでは皆さん、いいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。